てんのか。学校寝てんな。今日お眠ですか。寝てんのか。おい。すごい人だわ、本当。もう12時なんだけど、もうすごい人。テントだらけ。で、コタキンハウスの脇にも家がありますね、すでに。やばい、いっぱいだね、今日。すごい。いや、いっぱい。今日は休日だからいっぱい人いるね。だから。今日は渋いね。渋い。うん。激渋だね、激渋。やら外れたか。おお、来てた。ちっちぇ。小せぇ。小せぇ。これ生でいけちゃうサイズだね。これちっちぇわ。生でいっても気になんねえな。うん。アミグレだぞ。よっしゃ。イオン来たべ、今イオン聞いた今。うん、全然乗ってるかな。うん、ほらいいサイズ、でかいよこれ。ほらこれぐっさいぐっさい。いいね、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 いいね。やり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 楽しい。あ、でも今日いけっかもよ。今12匹まで行ったもん。甘い50。うん、いけちゃうんじゃない。甘いかな。4時頃まで行ってなあ。やべえ、もうワカサギ楽しいな。楽しいね、ほんと。なんでこんな楽しいんだろう。多分自分でテントとか用意してねえから余計楽しいんだと思うよ。スノーモービルの後ろに乗ってさ、そのまんま置いて中に入るだけだべした。いや楽しいな。隣の家の人とか釣ってんのかな。
親だけやってんじゃねえかな、子供もやってんの。子供なんか外で雪遊びしたよ。うん、追っかけっこしたり。最初のうちは多分一緒にやってたと思うよ。あげちゃったんじゃね。そこそこでっかくなってくったんだな。うん。子供もあり。そこそこでっかくなるも何もゲームばっかやってんだけど、うちの子供。今マリオ U クッパ城まで来たからね、ついに。子供意外とあれ。うまいよね。うまい、ね、うまい。実況プレイ見てっからうまいよ、うちの子供。修也さんの実況プレイ見てっから、修也さんで見た。修也さんはファンだから。画面食いながら釣ってる時あったでしょ俺、あの集中力すんがってラーメン食って釣ってるから。乗った。完璧でしょ。あら、スノモビルのせいだな。重い、めちゃ重い。マジですげえ重いっすけど。なんだ、おお。あれ、そんなでもねえか。うん、何今の重さ。わかんねえ。そんな外れちゃうんだね、一歩で。外っちゃう。うん。まだいた。あ、いた。泣いちゃった。このワカサギちょっと11匹ぐらいいるんですけど、これを餌にトラウトを狙いたいと思います。でマスレンジャーと OGK ナイトスピンにで、おもり、あ、仕掛け見せて。どれどれ、あ、フック1個におもり、マスバリに、マスバリチョンガケ、あ、どれ、あ、鈴、あ、これな、これを、これを、はい、鈴とかって、息のいい若さにを、息のいいの使った方がいいよ。ちょっとこれ楽しみ増えたんだけど、コタキンハウスはこんなこともしてます。背中にこういう背掛けをするんだよ。背掛け、もう背掛け、これです。で、穴あげだだよな、そこな。Oh, cool.